どうも料理のお兄さんリュウジです。はい、ということでですね、今回はですね、今までね、あんまり僕まあちょっとね庶民寄りだったんですね、料理をかなりやってたじゃないですか、庶民寄り、庶民寄りっていうか普通の料理だから、今日はめちゃめちゃかっこいい料理を作ろうと思います。あのかっこいいってね、何がかっこいいってね、これね名前がかっこいいですね。そんな名もですね、いいですか、いきますよ。言いますよ、料理名、料理名ストラパッツァータって言います。なんかこう剣をこうやって繰り出すそうな名前ですね、これね、ストラパッツァータ、はい、っていうですね、まあ、ちょっと若干中二病が入ってるような料理なんですけども、これがね、まずうまいんですよ。これほんと僕大好きで、これ、ね、ギリシャ料理なんですけどね、ギリシャ料理なんですけども、まあ卵を使った料理なんですけども、あの僕はもうとやかく言うよりはもうとりあえず実際作ってみた方が早いと思うので、やっていきたいなっていうふうに思うんですけども、じゃあ材料紹介ですね。まず卵、今日3つ使います。だから軽く2人分ぐらい作れますね。あとホールトマト缶、これごめんなさい、僕が使った残りなので、2分の1缶。あとは玉ねぎ、これが8分の1個 25g ですね。あとはニンニクが1かけ、こちらが材料になります。あと調味料ですね。はい、じゃあ切っていきたいと思います。じゃあね、ニンニクはまあみじん切りみたいな感じでね、適当に切っていきたいと思います。トン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 、はい、こんな感じですね。ストラパッツァータね、両方みじん切り、していきます。こんな感じですね。はい、そんなに細かいみじん切りじゃなくても大丈夫です。はい、ざっくりと粗みじんみたいな感じにしていただいて、全然平気なんでね。もう切り終わりましたね。はい、こんな感じでやっていきます。ね、これのね、取れたてホップですね。はい、こちらをね開けてくださいね。はい、で飲んでいきましょう。あー、これやんないとね、気合が入んないんでね。皆さんはくれぐれも酔っ払って手元がおぼつかない状態で料理はやらないように、してくださいね。僕は特別な訓練を受けてますので、酔っ払っても大丈夫です。はい、まずですね、フライパンにオリーブオイル、大さじ1、はい、引いてください。あの皆さんはちゃんと測ってくださいね。僕はあの特別な訓練を受けてるので、はい、大さじ1しかね大体分かっちゃうんですよね。で、玉ねぎです。あ、玉ねぎじゃない、ニンニク火にかけます。大体ですね、弱中火ぐらいです。はい、ニンニクの香りを出していきます。ちょっとね、皆さんにね、これニンニクを炒めている間にもうちょっと皆さんに言って、いきたいんです。結構ね、最近コメントで誠しやかにささやかれてるんですけど、リュウジさん全然食べないし飲まないじゃないですかって言われてるんですよ。これね、一つだけ弁解させてください。あの僕ですね、1日にあの YouTube の動画を1日にですよ、1日に4本ね撮ってるんですよ。これですね、最初の動画はいいんです。最初の動画は結構シラフだから、今日リュウジさん今日シラフだなっていう動画は大体、1本目です。すごく最初から酔っ払ってますねっていう動画あるじゃないですか、たまにあれって4本目なんですよ。なんでですね、そういった形でちょっと僕の体もちょっといたわりたいなと思いまして、お酒とご飯をちょっとずつ食べてます。でもあれって全然捨ててるわけじゃなくて、スタッフが美味しくいただいてますので、なのでそこら辺はちゃんと、僕も食べてますね。 もちろんあの後で僕も食べてます。僕とスタッフでちゃんと食べてますので、そのあたりもあのちゃんと、料理を無駄にすることは絶対ないので、そのあたりはもう皆さんご安心してください。はい、ニンニクからいい香りが出てきました。はい、これぐらいの炒まり方で香りが出てきたら大丈夫です。はい、香りが出てきたら、こちらのですね、玉ねぎ、はい、粗みじんにした玉ねぎ、8分の1個を入れていきます。でですね、ちょっと動かしながら、はい、はい、こんな感じでね。はい、はい、玉ねぎはね、透き通ってきました。透き通ってきたらですね、ホールトマト缶を入れます。はい、このホールトマト缶はこういう感じで、ホールトマト缶はこうやって潰してください。あのカットトマト缶だったらこんなに潰されてもいいんですけど、僕が持ってるのね、大体ねホールトマト缶なので、ある程度ですよ、ある程度煮詰めていきますね。はい、今ちょっとシャバいです。こんな感じでシャバいんで、ちょっともたっとするまでやっていきます。大体中火ぐらいで、ここでですね調味をしていきます。でこの状態で、ここでですねコンソメです。コンソメさんが小さじ1です。はい、はい、黒胡椒です。黒胡椒すげえいっぱい出た。はい、お塩です。お塩を入れていきます。はい、ここら辺はもうお好みなので、薄めが好きな方はこう塩分を控えめにしていただいてっていう感じでやっていってください。今日はね、あのこの撮影の前にね1撮影しててね、その時は、ね、ビールで2杯ぐらい飲んだんで、今ね3杯目です。だからほろ酔いですね。はい、でもあのろれつ回ってると思いますんで、まだ全然平気です。で次の動画ですね、今日はね3本撮ろうと思ってますので、3本目と4本目が結構やばいかなっていうふうに思います。はい、
でこれは3本目かな4本目かなって思うのは、まあ僕ね純不動で作る、純不動でね純不動で動画作ってるので、これ3本目かな4本目かなって分かるやり方が結構あるんですけども、まずね髪型と服装が同じだったらその日に撮ってます。はい、まあ、髪型ねそんな変わってないんですが僕ね、はい、なんですけども、この服を着てるのは多分あこの動画の後だなっていう風に考察するのも面白いかもしれないですねそんな暇な人いねえかギリシャ料理で、トマトと卵の、要はねスクランブルエッグみたいなのこれが作っていくんですね。ちょっとねやり方が特殊なのでね結構硬くなってきましたよ。でまあ中火ぐらいですね。いいですね、結構硬くなってきましたね。これぐらいだったらいいかもしれないですよ。これぐらいに、の硬さになったらここに真ん中ね、そう、感じ的なね、これ真ん中が開けられるぐらいになったらなんですよ。もんじゃ焼き作るみたいな感じ、わかる？今いい例えだね。ここにね、卵をね割り入れていくんですよ。まず1個、はい2個ですね、はい3個で、そしたらですねこの卵たちこの真ん中の場面でこうくるくるとスクランブルエッグにしていきます、はい、ある程度固まるまで、この状態ですね。端っこがね結構ね固まりやすいんでね、端っこから巻き込んでいって、徐々に徐々に混ぜ込んでいきます。こんな感じでですね、スクランブルエッグ状になったら周りを大きく混ぜていきます、はい、卵とトマトよーく混ぜてあげてください。完成！最終奥義ストラパッツアタック。はい、もう盛り付けって言ってもねこれ スクランブルエッグですので、このままスライドさせてあげてください、ここから形作っていきましょう。なんかちょっと異国情緒あふれる感じになったでしょ。そう、リュウジさんね意外といろんなとこの国の料理作れるんですよ。仕上げに、パセリですね。はい、パセリがかかってると何倍もオシャンティーになりますので、オシャンティー感を狙ってパセリを振ってください。あとですね、これはまあギリシャ料理で、オリーブオイルの国のものなのでオリーブオイル振りましょうね。少し炒めたオリーブオイルとまた生でかけるオリーブオイルと全然香りが違いますので、こういう感じで振りかけてあげてください。はい、こちらでですねストラパッツァータストラパッツァータの完成ですはい、ではですね、早速できましたので食べていきたいと思います。まあ今日はねギリシャ料理ということで、ワインをね用意しました。はい、この動画でねワインを飲むの初めてじゃないかな。今日はね赤、はい、なぜかうちにあった2年前のボジョレーヌーボーを開けました。こちらですね、まずワイン、まあボジョレーだからね。はい、ということでいただきます。これね、ワインもうまくなってきた。やっぱ食事と合わせないとダメだね。めちゃめちゃうまいっす。まあ要はこのトマトソースの卵なわけですよ。だから美味しくないわけないんですよね。まあ作り方がね結構特徴的なので面白いかなと思って今日紹介させていただいたんですが、これねすごくねおつまみになります。すごく。非常に美味しいです。非常に美味しい。そうですね、まあ、トマトソースはちゃんとねとあの玉ねぎとニンニクとホールトマトでちゃんと煮詰めて作ってあって、そこにコンソメのうまみを足して、その後に卵を割り入れてスクランブルエッグにしてもう全体を混ぜたっていう、ただそれだけのレシピなんですけども、とってもシンプルで美味しいです。少しパンを添えて朝食とかでもすごくいけるんじゃないのかなっていう風になったレシピですね、これ非常に美味しいです。いやこれはね、はあ、ワインで1本いけますよこれね。ソラパッツァで大の大冒険できそうだね。そう、僕ねすごくね洋食が好きなので、こういうオシャンティーの結構好きなんですね。これでねワインをね煽るというね。でもね皆さんこれだけ言いたいんですけどね、あとね撮影2本残ってるので、このワインをね全て飲むことはないです。なぜかというとこれ全部飲んじゃうと酔っ払って次の撮影撮れなくなると思うんですね。僕ねそんな強い方じゃないんですよ。お酒大好きとか言ってますけど、お酒が好きと強いかどうかって全然違いますからね。はい、僕はすぐ酔っ払います。ただ酔っ払った後が長いだけなんで、ちょっと厄介な人なんですね僕ね。なので飲みませんよ僕は。正直ねこのボジョレあんまり美味しくないんですけど、美味しくないしって言っちゃって、あの僕が思うよりあんまボジョレってあんま好き好みじゃないんですよ僕。でもねもうすっごいね、このストラパッツァータがね、ストラパッツァータが美味しいので、もう非常にワインもねすごい美味しいです。
これはね、あの本当バケットと一緒に、食べていただくと、あの本当にランチとかね、あのモーニングとかになりますし、もうちょっと食べ応えが欲しい方は玉ねぎとかと一緒にベーコンとかハムとか一緒に炒めていただいてもすっごく美味しいと思います。ということでですね、皆さんものすごくおしゃれで美味しいこちらのストラファッツァータめちゃめちゃ簡単にできますので、ね、ぜひ試してみてください。はい、ということでですね、皆さん今日の料理ですね、作ってみたいなとかですね、やってみたいなって思った方はぜひ高評価、チャンネル登録、もしよければ全部通知ボタン、登録お願いいたします。牛耳でしたー。